どうも、アモンです。え今回はね、あの、まあ、あの、最近ちょっと配信やったことなどをちょっとね、報告っていう感じでちょっとね、動画回しております。はい。ということで、あの、まあ、やっていきましょうってことでなんですけども、まあ、本当にもう雑談というかもう、何でしょうね、配信スタイルで、今回も動画回していきます。はい。あの、前にもね、なんかこういった感じの、 やったんですけどもああの今回もね、こんな感じでやっていきます。まあ、今後はこういう感じで動画とか回していこうかな。うん、特になんかもう、まあ、ちゃんと動画でやってもって感じがあるんでね、最近は。はい。<laughs> まあ逆にこういった方が多分見やすかったりもするのかな。どうなんだろう。配信でなんかこうやって、それをまあ、配品でやったことまとめみたいな感じで動画でいこうかな。 うん。てな感じで、まあ。やっていきます。はい。えっ、ー、と、まず配信やったことはね、あの、カエルですね。はい。カエルライトブロックっていうのをね、あの、量産できるようにしました。はい。カエルライトブロックとは何ぞやというとね、なんかカエルがね、あの、マグマチューブを、なんか、食べて、これで、なんか出るみたいな、いうブロックなんですよ。私もよくわかってますね、あの仕組みが。うん。あの、 いまだに分かってないんだよね。はい。えっ、ー、とね、見えましたね。あそこです。カエルライトブロックトラップですね。はい。まあ、こんな感じで、なんか作りましたね。はい。何です。カエルがここにいて、まあちょっとカエルのね、あのー、ちょっと、まあ、割と少ないんですけども、はい。まあ、ちょっとめんどくさかった人もあったんだけど、<laughs> この、うん、繁殖するのも、ね、なかなかちょっとね、手間がかかるんでね。 で、まあちょっとフリーカムで見てみると、まあ、こんな感じで、えっ、ー、とね、アイアンゴールムがいたり、そしてここでマグマキューブが湧いたりって感じですね。ここはね、あの、まぁ、何だっけな、あの、粉雪ブロックですね。の粉雪ブロックでね、ここは、なっております。結構いいんじゃないかな、とか思ったりもします。はい。で、それで、あの、下ね、この、自動広きって感じですね。はい。このフロックライトってやつだね、フロックライトだよね。 統合バインド確かあのカエルライトブロックやった気がするんで、私はずっとカエルライトブロックって呼んでるはいるんですけども、こんな感じでございます。はい。こんな感じでね。で、あの、ま、下はね、これ、あの、ホッパー付きトロッコで、アイテム回収がね、できるようになってます。はい。で、まあ、あとはそうですね。うーんと、他説明するとこないかな。<laughs> とりあえず。 ね、あの、これ、なんで作ったかっていうのとね、があ,あって、ちょっと、品直ですね。はい、品直の、まずね、あの、カエルって3種類言うんですよ、カエル。その3種類と中にはリードを繋ぐっていう品直と、次はね、あの、カエルライトブロックを、なんか3つ集めるってやつがね、あるんですよ。これをクリアするために、今回この,ドラあのトラップ作りました。うん。 別にトラップ作る稀のことではなかったなとは思ってはいますけどね。まあまあまあ別にいいかなとか思っております。まあ、今後も車体使えるかもしれないしな。うん。こんな感じです。で、あと進捗がね、もう一個、もう一個に個くらい進捗解除いたしまして。えっ、ー、とね、これですね。まずね、真面目な天津っていうね、まあネザライトのクワをね、作るっていう進捗なんですけども、これもクリアいたしました。 で、えっ、ー、とね、あとは、まあ、えっ、ー、と、スニフアートが前やったかな前やった感じがします。で、あのー、これですね。はい、ワンチームというね、すべての狼をね、あの、手なずけるっていう新調も解除いたしました。これね、結構時間かかった、ほんまに。あ結構、どうやろ。まあ、時間ぐらいで終わったかな。思ったより、ね、早く終わったんですけども。まあ、大変やったね。うん。あのー、なんかね、 一匹だけちょっとね、めんどくさい狼オオがオッケーそれで、ちょっと、立てかかったかなみたいな感じの進捗です。はい。あとはね、えっ、ー、とね、こっちのね、あ、これですね。はい。あの、まあ、冒険の時間っていうね、進捗も解除いたしました。これはね、あの、狼オオ探してるときに、ツールに、なんか行ったみたいな感じです。はい。えっ、ー、と、あとはどあ、なんかあったかな あんまりちょっと覚えてないところもあるんだけども。この辺は追ってるしな。この辺かなもうこの辺は終わりかなで、これですね。まあ、えっ、ー、とね、これはね、あの、ガストを、あの、えっ、ー、と,、えーとね、ネザーに、まあ、持っていって、それで倒すっていう品軸です。はい。なかなかめんどくさかった、これも。<laughs> あの、はい。で、そこでですね、あの、実家のような安心感っていう品軸なんですけども、これもね、まあ、ストライダー使って、 やるみたいな感じだったんでね。まあ、こういう進捗もクリアいたしました。最近は、もうな,なんか最近はね、進捗解除ばっかりやってますね。はい、もうなんか特にやることがないんでね、今のところ私は。まあ、そんな感じでございます。はい。えー、ということでね、今回の動画はここからで終わりたいと思います。あのー、ちょっとね、まあ、短い動画になったかな。うーん、まあ、まあ、こんな感じでちょっとね、まあ少しずつ。 動画はちゃんと撮れるかどうかわからんけども、まあ、最近はもうに、ね、配信が中心になってるんでね。まあ、配信中心で、まあ、たまに動画とかも出すかな、みたいな感じで、やっていこうかな。はい。えー、ということでね、えー、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。えー、Twitter などもありますのでね、概要欄からフォローお願いします。えー、ではね、また次回の動画で配信でお会いしましょう。さよならじゃあねバイバーイ。